いいんじゃない。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかボックスの導入、初心者がまずやるべき5000のものあったじゃないですか。あの中でボックスで何回でもジャンプできるみたいな話をしてたじゃないですか。そうだね。でそれも慣れたらもう夜10個。なるほど。何回飛べるかやってみてもね。ちょっとやってもらおうかな。 OK。 そこにねボックスがあるんですけど、これ何メートル？4メーターかな。4メーター、じゃあだいたい4メーターのやつで何回飛べるかを見せてもらおうかな。視聴者さんにもちょっとね挑戦状を叩き出そうかなと、基本的に1メートルで何回飛べたかっていうのを計算してもらう形にはなるかな。乗る時のジャンプは含めない。どうしようかな。なんか導入のところでインでもジャンプするっていう話もあったから、含めます。含める。アウトのジャンプも含める。オーケー。で何回ジャンプできるかちょっとやってみましょう。オーケー。何回飛べるのかチャレンジということで、オーケー。よろしくお願いします。お願いします。オーケー。じゃあまずやってみましょう。1回目。おう、何回いけんだろう。後半分からん。分かんあれジャンプしてる。ちょっと水切りみたいな。審査だな。ちょっと動画見ないと分かんない。ちょっと見ましょう。オッケー。はい、結果、8回です。そんなもんか。あのね、ちょっとルールを決めた方がいいかな。最後のね、カタカタカタっていうのはね、浮いてなかったかなっていう。浮いてるから音が鳴ってるよね。ちょっと納得いかないと。ちゃんとじゃあジャンプ入れないとダメ。もう一回やりましょう。オッケー。スピード大事だね。スピード大事だね。止まっちゃダメなんだ。そうだね。止まったらアウト。アウトができてればオッケー。ちょっと分かりやすいように。分かりやすい。オッケー。オッケー。行きましょう。いいんじゃない。ちょっと腰痛いんで。あ、いいかもしんない。あ、じゃあちょっと見てみましょう。はい、ただいまの結果11回になります。おお、増えたね。増えたね。3増えたね。どうだ、これ増やせそうな感じなの。どうだろう。1個2個は増やせるかもしれない。あ、ほんと。次ラスト。 OK。 これちょっと気合い入れて、最後の最後でジャンプ最後入れられなかった。入れられてなかったね。テール踏んでテールギリギリで書いてジャンプしてれば12だったんだよね。そうだね。だからもうちょっとそこと、あともうちょいジャンプ細かくできるかな。12と11じゃ結構差があるかもしれない。最後だね。最後のトライ。12目指しましょう。ちょっと難しいんだけど。いやでも俺は面白いぞ。通せないと脳幹なんで。そうだね。じゃあ行きます。はい。待って待って待って。飛んでないと思うの。どう？音は出てるけど多分飛べてなかったんだよ。ちょっと動画見よう。OK、 見ましょう。はい、記録8です。1回目の。そうだね。これむずいわ。難しい。難しいっていうか、リズムが大事なのが今分かる。そっか。これあれだな、挑戦状は俺視聴者さん何回トライしてもいい気がする。そうだね。倒してほしいもん。記録が 4m で11なので、はい、 2.75 回。これはあれかな、 1m に 2.75 なので、まあチャレンジする方がいらっしゃれば、飛んだ回数割るボックスの長さで出していただいて、その数値が 2.75 以上になれば勝ちっていうことにしましょう。はい、じゃあちょっとチャレンジをお待ちしてますので、 X かな、 X かインスタで。動画があれば動画がいいかな。回数、なかったらなかったで、数字だけ載っけてくれる。OK。 信じない。絶対信じないけど。まあスキー場いろいろあるからね。ちょっとそこで見つけたボックスがあればちょっとぜひ挑戦していただいて、ぜひね、リョウのをぶちのめしてください。はい、今回以上かな。はい、お疲れ様。そうでしょ。